デイブ・フィンレイ、デイブ・フィンレイ、デイブ・フィンレイ、本名、デビッド・エドワード・フィンレイ、ジュニア、1958年10月20日隊は、北アイルランドのプロレスラー、ベルファスト出身。息子のデビッド・フィンレイ・ジュニアもプロレスラーである。1978年10月、プロレスラーとして、正式にデビューし、ジョイントプロモーションズを拠点に、ヒールのポジションで活動。 当時イギリスへ修行に来ていた、佐山聡や前田明とも試合を行っている。1983年7月に新日本プロレスに、初来日し、初代タイガーマスクとも対戦。以降も、英国マットを、主戦場に、初代ブラックタイガーのローラーボール、マークロコともタッグを組んだ、両者は199年10月に行われた、WWF 英国遠征の前座試合にも、 出場している。1990年2月には、新興団体のオールスタープロモーションズにおいて、トニー・セントクレアから、ブリティッシュ・ヘイビー・オーザを奪取。翌1991年4月にデーブ・テイラーに、破れるまで、1年以上にわたって、タイトルを保持した。1991年2月に新日本に再来日。その後も1990年代前半は新日本の、 常連外国人としてトップオブザ・スーパージュニアにも出場するなど新日ジュニア前世紀を大いに沸かせた。この時期ヨーロッパではオットー・ワンツが主催するドイツのキャッチレスリング・アソシエーションクアに参戦し初代タイガー・マスクの公的手だったスティーブ・ライトや WWF で勝下ポール・ローマと世界ミドル級王座を争っている。1995年ベルファスト・ブルーザー ザ・ベルファースト・ブルーザーのリングネームで WCW に参戦。1996年にはロード・スティーブン・リーガルと北アイルランド対イングランドの構想を展開。4月29日放送、4月22日収録のマンデーナイトロでは駐車場でのストリートファイトマッチが行われた。その後、フィット・フィンレイ、フィット・フィンレイと改名し、 1998年5月4日にブッカーティから世界 TV 王ブをダッシュ。以降もエディ・ゲレロやクリス・ベノワラを相手に防衛戦を行うも6月14日のグレート・アメリカン・バッシュでブッカーティにタイトル奪還された。1999年からはラフファイトの強さを活かしてハードコア戦線にも進出し、ブライアンのブストもタッグチームを結成していたが、 怪我で欠場中の2001年に WCW は崩壊することもある。その後2001年に WWE、当時 WWF のエージェントとして迎えられ、女子選手のコーチも担当するなど、裏方業務に専念していた2004年3月の WWE のスコットランドグラスゴーでの興行で、ジェイミー・ノーブルを相手に一時的にカムバックしたことが、 2005年12月にスマックダウンにてレスラー復帰。15歳の時からサーカスでレスリングをしていたという本人の経歴を生かし、喧嘩好きのアイルランド王人ギミックでアイルランドのシンボルラーである緑色をベースにしたレスリングユニフォームで戦う。2006年2月には日本公演にも参戦。その後は年齢、ロードに参加しているスーパースターの中では ディックフレアーに次ぐ恒例だったを感じさせぬファイトと、イギリス時代に培ったレスリング技術そして、ヒールとしての観客の心理操作技術もいかんなく、発揮し、タッグマッチではあるが、メインイベントにも出場した。2006年7月には、ボビー・ラシュリーを破り、US 王座を獲得し、2007年頃からは、ホーンズ・ワグルトのコンビで活躍。ケインやレイ・ミステリオと構想後、 サバイバーシリーズのグレート、カリとホーンズワグルの試合に乱入し、ホーンズワグルを救出。WWE に登場後、初めて、ベビーフェイスに転校した。この時、フィンレイが、実は、ホーンズワグルの父親であったということが判明。もちろんプロレスにおけるギミックである。2008年に入って、JBL と、構想、3月の RAW でのケン・ケネディ戦では、 JBL への見せしめとして、ケネディを、司令入り、混棒でめった打ちにし、欠場、映画撮影のための予定された欠場に追い込ん。3月30日のレッスルマニア24では、JBL とベルファストブロールマッチで対戦するも、敗れる。6月に行われた追加ドラフトの結果、息子であるホーオンズワグルと共に、ECW2 席、ジョン・モリソンザ・ミズや、マイク・ノックス、 マーク・ヘンリーなどと構想を繰り広げた。2009年のレッスルマニア25では、マネー・イン・ザ・バンク、ラダーマッチに出場。その後の追加ドラフトで、息子のホー・オン・ズ・ワグルが RAW へ移籍。自身は6月末のトレードでスマックダウンへ移籍し、ドルフ・ジグラー、マイク・ノックスと構想した。2010年からは、ロードエージェントとしての活動や、 若手選手の指導役に専念していたが、2011年3月29日付で、WWE との契約を解除された。WWE 対談後、2011年7月26日に、イボルブに参戦。リングネームを、WCW 時代に使用していたフィットフィンレイ、名義で出場し、サミ・キャラハンと対戦して勝利した。以降、 年齢を感じさせないコンディションを保って、アメリカのみならず、ヨーロッパのインディー団体にも参戦。10月7日、ドイツのハノーファーを拠点とする団体であるユップ、ヨーロピアンレスリングプロモーションにて、ビッグ統合と対戦して勝利。11月24日、日本の団体であるスマッシュに参戦するため来日。スマッシュ23にてスマッシュ王座を保持する、スターバックに挑戦して勝利し、 ベルトをダッシュした。2012年2月4日、WCW 時代に共に活動した、クローバーとタッグを組んで、サムマヌと対戦して勝利した。同月19日、再びスマッシュに参戦するため来日し、スマッシュ25にて、挑戦者の田尻を相手に防衛に成功した。3月にスマッシュは解散となったが、19日の TDC ホールでの解散工業において、 キープレスリングクラシックの言葉を残して去り、タジリはその言葉を胸に新団体である WNC レスリングニュークラシックを旗揚げした。フィンレイは WNC にチャンピオンベルトを送り、WNC チャンピオンシップ管理委員会コミッショナーに就任した。5月12日、ローに参戦。ロー世界ティーブン王座を保持する。 ロデリック・ストロングに挑戦するもベルトをダッシュするに至らなかった。同月24日、WNC に初参戦し、アキラを相手に勝利。翌26日には、ゼウスと対戦して勝利した。12月22日、ユップにて、息子のデビッド・フィンレイ・ジュニアのデビュー戦に、親子タッグを結成。イングランドプロレス界のオスであるダニー・コリンズロビー・ブルックサイドの胸を借りて、 アイシュストリートマッチを行い勝利した。2012年、再びエージェントとして WWE に復帰している。また7月からはプロデューサーとして活動を始めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。